はい、アキゲームズです。バージョン 5.1 版の幻想シアターアーチーブ、予測できない運命の贈り物の達成方法を紹介します。以前にも紹介しましたが、バージョン 5.0 でシャイニングブレスの実装など条件がかなり変わっていますので、改めて紹介します。アチーブの達成条件は、ミステリーボーナスイベントを8回以上選択し、公演を最後までクリアする。難易度は2位となっています。ミステリーボーナスとミステリーボーナスレアを合計8回以上選択した上で最後まで公演をクリアするとアチーブを取ることができます。今お見せしているのは各難易度の参加人数と途中で引く必要な人数や公演回数の表となっています。イージーは8人から10人、ノーマルは12人から14人など参加人数に幅がありますが、このアチーブをやるときは最低の参加人数でやっていきます。クライマックスは全ての難易度で6人となりますので、途中で引く必要のある人数はイージー2人、ノーマル6人、ハード10人、マスター16人となっています。仲間を追加できる札がありますが、全ての待機キャストが仲間になると、その後は仲間札は出てこなくなりますので、ミステリーボーナス札が出やすくなるということになります。公演が終わるごとに1人仲間になりますので、公演回数から途中で引く必要のある人数を引くと、イージーモードが一番早く全員仲間にすることができるということになります。ただ、公演回数が少ないと、そもそも札を引ける回数が少なくなってしまうのと、公演が終わるごとに札を引くことができるコインをもらうこともできますので、そのバランスが一番取れているのがノーマルモードということになります。ハードやマスターでもできる可能性はもちろんありますが、ノーマルモードがおすすめですので、ノーマルモードでやっていきます。モードはノーマルで、待機キャスト6人でスタートします。6幕の最後までクリアできれば、どんな編成でも大丈夫です。札の引き方は、1幕から5幕はミステリー札があれば引いていき、なければ仲間札を引いていきます。第6幕に残ったコインをすべて使ってミステリー札を引いていき、8枚以上にしていきます。6幕でミステリー札がない場合はリセットを使ったり、シャイニングブレス札を選んで札を更新していきます。戦闘に関してはスターはいりませんので、時間はかかっても次のステージに進めれば大丈夫です。コインの数が多い精鋭挑戦はクリアできるなら選んでもいいですが、必須ではありませんので、他の簡単なものを選んだ方がいいと思います。やり直しの目安ですが、3幕の札が終わった時にミステリー札が0枚だったらやり直した方がいいと思います。3幕終了時にミステリー札を持っている枚数が多いほど公演巻き戻しを使った時の達成確率が上がりますので、最低1枚以上、できれば2枚以上にしておいてください。仲間は4幕までに全員仲間にできればいいですが、公演終了後に仲間になる分も考慮して無駄にコインを使わないようにご注意ください。なお、3幕までに全員仲間にできると公演巻き戻しの時に4幕5幕にミステリー札に挑戦ができますので、アチーブの達成確率が上がります。6幕でコインやリセットを全て使っても8枚以上にならなかった場合は、公演巻き戻しを使って4幕からやり直してください。この方法で運が良ければ一発でできますし、運が悪くても 4、5 回やれば十分できる可能性はあると思います。次にミステリー札無料の方の当たりと外れを紹介します。コスト15で次にミステリーボーナスレアが出るイベントと、イベントのリセット回数が2増えるものは当たりですので必ず引いてください。ただし、活力が0になった1名のキャラを待機キャストに加入させる札は引かないようにしてください。待機キャストが増えると仲間札が出る確率が上がりますので、ミステリー札を引きにくくなるためです。次にミステリーボーナスレアの方ですが、イベントの選択肢が1個増えるものについては大当たりですので必ず引いてください。シャイニングブレス札を引くのに必要なコインが10減るものについても第6幕で役立ちますので、出たら引くようにしてください。ただし、活力0の2名のキャラを待機キャストに入れる札については引かないようにしてください。待機キャストが増えると仲間札が出る確率が増えてミステリー札が出にくくなるためです。他にコインがもらえる札が何種類かありますので、それらについては引いてもいいと思います。ここから実際にやっている様子をお見せします。まず難易度はノーマルモードを選びます。開幕キャストはお試しを使っても自分のキャラを使ってもどちらでも大丈夫です。待機キャストについては8人まで選ぶことができますが、2人は残して6人でスタートするようにしてください。6幕までクリアできればどのキャラを選んでも大丈夫です。
1幕ですがミステリー札はなく仲間札が出ていますので引いていきます。好きなキャラを選んでもらって大丈夫です。札が変わりましたがミステリー札、仲間札ともありませんので戦闘札を選んでやっていきます。戦闘部分はカットします。戦闘が終わると仲間を1人追加することができますので、これをも踏まえて仲間をどんどん増やしていきます。第2幕ですがミステリーボーナスの無料が出ていますので引いていきます。ミステリーボーナスの無料とレアの両方が出ている場合は無料を選んでください。ミステリー札の中で仲間が追加できるものが出ることがありますが、戦闘終了時に仲間が入るイベントがなくなりますので、選んでも選ばなくてもどちらでも同じとなります。ミステリー札はなく仲間札が出ていますので引いていきます。次も仲間札が出ていますが、コインが足りなくなっていますので、戦闘札を選んでやっていきます。戦闘が終わると仲間を1つ追加することができます。次に3幕ですが、3幕の札を引く前に状況確認をするのがおすすめです。左下の公演詳細のところから待機キャストの残り人数を確認できますので、あと何回仲間札を引いたらいいのかわかります。仲間札が出ているので引いていきますが、これを引くと残り1人となり、戦闘終了時に全員仲間になりますので、戦闘札を選んでいくということになります。無駄にコインを使わないように、4幕5幕の前にも仲間が残っている場合は確認してください。全員仲間になると以降仲間イベントが発生しなくなると表示されます。3幕終了時点でミステリー札が1枚と仲間が全員加入した状態ですが、公演巻き戻しを使うとこの状態からやり直すことができるということになります。ミステリーボーナス札が出ていますので引いていきます。今回は無料では一番当たりのコスト15でミステリーボーナスレアイベントを1個追加するというのが出ていますので選んでいきます。ミステリーボーナスレアが確定で出ますので選んでいきます。ミステリーボーナスレアの中でも一番当たりのイベントの選択肢が1個増えるが出ていますので選びます。コインはまだ残っていますが、シャイニングブレス札しか出ていませんので、戦闘札を選んで先に進んでいきます。すでに仲間は全員いますので、戦闘終了時にも仲間が追加されなくなります。早い段階で全員仲間にできるとミステリー札が出やすくなりますので、アチーブを達成しやすくなります。ミステリーボーナスレアが出ていますので選んでいきます。今回は確率でコインがもらえるものが出ていますので、そちらを選んでいきます。今回は90もらうことができています。札が変わりましたが、今度はシャイニングブレス札しか出ていませんので、コインはまだありますが、戦闘札を選んで先に進んでいきます。これで第5幕が完了となり、次が最後ですので、札を選ぶ前に状況確認をしていきます。左下の公演詳細のところからミステリーボーナス札の現在の枚数を確認できます。4枚となっています。6幕開始時点で1枚の状態からでも8枚にできたことはありますが、大いに越したことはありません。シャイニングブレスしかありませんので、リセットしたらミステリーボーナスレアが出ましたので選んでいきます。今回はシャイニングブレス札を選ぶのに必要なコインが10減るカードが出ていますので、そちらを選んでいきます。リセット回数が0になった後は、シャイニングブレス札を引いて札を更新していきますので、必要なコイン数が減らせるものを選んでいます。リセット回数を2回増やせる札が出ましたので引いていきます。今回で6幕の開始時点でコインが380残っていましたので、結構な回数6幕で挑戦をすることができます。ミステリーボーナスレアですが、仲間イベントはもう出ませんので、それ以外を選んでいきます。リセット回数0でミステリー札がありませんので、50コインを使ってシャイニングブレスの札を選んでいきます。ミステリーボーナス札が出ましたので選んでいきます。今のようにシャイニングブレスの札しか出ていなかったとしても、シャイニングブレスを選んだらミステリー札が出る可能性がありますので、諦めずに選んでください。公演詳細を見ると8枚となっていますので、あとはボスを倒せばアチーブを取ることができるということになります。シャイニングブレスなしで6幕のボスを倒せるならすぐに戦ったらいいですが、難しい場合は使いそうなシャイニングブレスを最大まで上げた上で戦うようにしてください。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。